武藤さんからくるくるクレープいただいたよ。Thank you, thank 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 you。なるべくギリギリがいいよね。何してんの？ね、これギリギリがいいよねと思ってさ。はい、そうですね。はい、頑張って。あ、これ？どう？斬新じゃない？あ、これでいく？これだってさ、汚れないよ。息できるんですか？ちょっと苦しい。温度大丈夫ですか？いやいや、全部自分でやってるんですよ。あ、そうですか。自分でやって温度大丈夫ですか？どうでしょうか？いかがでしょうか？一番大丈夫か大丈夫じゃないか、僕は今分かってるんで。あ、はい。気温ですか？はい、大丈夫だと思います。いけそうですか？はい、これ以上あったかくならないと思う。はい、いいなと思ったら。いや、これ以上あったかくならないと思うんで。あ、本当ですか？あー、いいですね。はい、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 どうぞ。え、こっち？いいわ。うわ、大丈夫。うわ、入ってる。溺れちゃいます。深呼吸してくださいね。いや、だ呼吸ができないんです。すいません。溺れちゃいます。すいません。いいなと思ったね。あと急に熱くなってきました。ちょっと確認してください、温度。あ、ちょっと確認。熱い。はい、OK です。はい、はい、お待たせしました。あ、じゃあ次カット台の方に移動してください。それでは、たんちゃん美容室にようこそ。切っちゃうよ、チョキチョキ。ほんとに切ることになった。なるほど。うわー、うわー、バックスがまだ残ってますね。うわ、前髪長。前髪から切っちゃおう。うわ、どれくらい切ったか見せないよ今。ちょっと。で、なるほどね。うわ、なんかここら辺も長いですね。なんか耳出したいです。耳出していいんですか？怖い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 。聞いたことない音聞こえる、耳のとこに。大丈夫です、耳は切んないです。大丈夫です、安心してください。ねえ。そんな美容室でなんかさ、ジャ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 みたいな音聞こえたことないんだけど。あ、楽しいですね。あ、どうですかね。あ、いいんじゃないですか。もう終わりですか？ほぼ完成です。ちょっと僕この足でそのまま原宿行かないとダメですよ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。生き物と同じですね。なんかどこまで行っていいのかみたいな。あ、いいじゃん。あ、楽しい楽しい。来た来た来た。もう、あ、あ、いいいいいい。行っちゃおう行っちゃおう、これも行っちゃおう。あ、いいじゃんいいじゃん。やばー、ちょっと節がないのが、そんなことあります？節がないなんて。節がないのが絶対節必要でしょ。髪切るときなんて。もう飛んだ盲点でした、くしぐらいの。なるほどね。あ、いいじゃん、あ、いいじゃん。なるほど、なるほど。あ、大丈夫ですよ、パンちゃんいつもあの妹も切ってるんで安心してください。それしか言わないんだよ。そうですよ。あと、ビーってやって、その飛び散るから後で掃除する。あんちゃん、なるべく下に落としてくれた方が。そっかそっか。前髪がね、長すぎますね。え、これちょっと右と左の長さ違うんですよ。え、あえてですか？はい。いつもそうしてもらって。どう違うの？もう分かんないです。いや、でも、いい、あんちゃんに任す、今回は。もう、これはね、本当に。なんか
何でも一回やって経験するってもういいと思います。決めたからもうこれはタンちゃんに任す今回は。あ、すごいなんかいい感じ。こんなもんかな。こんなもんかな。こんなもんかな。ちょっとこのね遊んじゃってるって感じでしょ。まだ遊んじゃってるね。え、もう今本気ですよ。今本気、今本気ですよ。あ、じゃあ、うん、ダメじゃん。お、変わってくれるの。はい、タンちゃん、ちょっとこでこっからはお楽しみに、バイバイ。だから今うんちみたい。あー、うんちだー。タカピン笑ってる。うん、うん、ちっち、うん、ちっち、うん、うん、ちっち、うん、ちっち。ニコニコちゃんですね。キラキラおっぱ